はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コメを見てみたいと思います。クラシックギター歴1年ほどの男性です。最近どうも自分の指が人よりあまり広がらないことが判明してきたように思います。なので自分にはショートスケールのギターの方が合ってるのかなと思い始めているところです。650mm ではなく640や630、はたまた610mm くらいのものを上手に弾いている海外のギタリストも YouTube では見かけますよね。でも音質はやはり大きいギターの方がいいなとも感じます。それぞれ好みの問題だとは思いますが、坂井先生のショートスケールギターに対する見解をお聞かせください。はい、ショートスケールの楽器を使うというのは僕は全然ありだと思います。610くらいになるとね、結構ちっちゃいなって思いますけど、こっからここまでの長さですね、650mm、65cm、これは65、650です。でも最近640で作る制作家も結構多いし、630レディースサイズって言われてたりしますけどね、全然ありだと思います。で、音質音量的にも640だからとか630だからってことでもないかなと、640とか630で、しっかりとねなる、音質的にも音量的にもいい楽器っていうのは結構あると思います。なのでちょっとねちゃんと探さなくちゃっていうところはありますけど、全然ありだと思いますね。それはそれとして、今ね特に日本人のこの体のサイズ的に650ってちょっと大きいんじゃないのってね言われてたりもしますよね。だから640、630って全然サイズ的にはありだと思います。でもそれはそれとして、自分の指が人よりも広がらない、ここがなんで広がらないのかが僕は結構問題にすべきだと思うんですよね。例えば小さな楽器、ショートスケールの楽器を使う使わないは、とりあえずどっちでもいいと、とりあえずちょっと置いといて、指が開かない、例えば指が短いとかね、手が小さいみたいな、そういうふうに、そこを理由にねちょっと届かない、弾けないっていう人は、いるんですよ。結構いますね。で、僕の見てきた人たちの中でも、指が短い、手が小さい、広がらない、この辺は結構いました。でもほとんど、そんなことはなかったです。それを理由にちょっとここができないっていう人の大体もう体の使い方とかね、もうその辺だけなんですよね。その辺で改善されちゃったりするんで、で実際指開かないんですっていう人が、じゃあこうちょっとパーしてみて、こうパッと、ね、パーして、距離を見てみたら、いや全然問題なさそうなぐらい開いてるねっていうことがほとんどだし、手のサイズ的にもね、私手がちっちゃいんでって言って実際手のサイズ見てみても全然そんなね言うほどちっちゃくない、でよくギタリストの人は手大きいですねっていう話、ちょっと僕今このカメラ的にね遠近感ですごいなんか手がでかく見えてる気もするけど、ギタリストは指が長い、手が大きいって言われることってあるんですよ、多いんですけど、
僕もね、演奏終わった後に、いやすごい指長いですねみたいに言われたりもすることがあって、本当ですかって言って手比べたら、指の長さとかこう比べてみると、あら、あなたの方が大きかったねみたいなことも結構ありますね、で結局はサイズがもう手がでっかく見える、手がでっかいんじゃなくて手がでっかく見える、十分開く楽に開いて、そのね動きを最大限活用してるから、大きく見えてるっていうことの方が多いのかな。実際のサイズ以上にでかくは見えてると思います、で、実際大きい人もいますけど、それは人それぞれなんで、だからギタリストがみんな手大きいかっていうと全然そんなことなくて、むしろでっかい人って少ないかもっていうレベルだと思います、サイズ的な指の長さ的な部分とかで言ってもね、その人の開く手、動く指、可動域、最大限使えているのかどうかっていうのが問題で、使えていないからなんかこの1フレットから5フレットも届かないなみたいなね、手首を曲げてしまって指がぐっとつぼんじゃって、こう本来開くべき部分が開いてないとかね、なんかいろんな問題があってうまく使えてない、だから、届かなかった、っていう人の方が多いかな。で僕のだから手が大きい、例えばね手が大きいのも嫌だなって僕は思ってます。大きすぎるのも結構問題だなと思うことも多いですね。細かいのが今度弾きにくくなっちゃうよねって思ったりもします、だからあんまりこうね手がバカでかくなくてよかったなって思う時もある。で、たまにね僕よりもすっごい手大きい、うわ すごい大きいねっていう人が、全然僕よりもね届いてないみたいな、だから手のサイズ、手がでかいから有利かっていうと、結局うまく使えてないと手でっかくても結局は開かないんでね、ちなみに僕の手のサイズは、ごくごく普通ぐらいですね。今までこうサイズみんなと手の大きさとかなんかこう比べたりしてても、僕と同じぐらいか、僕より大きい人はたくさんいるし、そんなにごくごく一般的な手のサイズだと思います。はい、ということでね、ショートスケールのギターが、どうかいいか悪いかっていうのはもう全然僕はショートスケールでいいんじゃないかなと思います。でも、指の開きがとかいうのがショートスケールを使うことによって全て解決しますっていうことではなくて、それはそれで別な問題として、取り組んだ方が絶対にいいですよというふうに思います。はい、というわけで、皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントを書いてください。